とうございます。すいません、ちょっと今日もやっちゃった。はい、必勝を本日は誠にありがとうございました。一致団結して頑張ろう、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 ありがとうございました。夏の参議院選挙、この2期がここから勝負ということになってまいります。そこに向かってこうして新たに、どうぞよろしくお願いを申し上げます。良い立場にある人をしっかりとサポート、セーフティネットを張っていくためにやってきたのか違うと思います。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございました。であります福留宣夫様が駆けつけてくださっております。エコガワ幸人参議のご友人代表としてご挨拶をいただきます。皆様拍手でお迎えください。こんにちは、福留です。この町に来たのは3度目なんですね。で、今朝からずっと考えてたんですが、前の2回はなんでこの町に来たのかなと。それが思い浮かばない。80っていうのはきついですね、やっぱりね、と思いながらやってきましたけれども、私と古賀君との関係は2昔ぐらい違うわけですから、私80ですから、もうつながりは大学しかありません。彼が大学の3年の時に日本テレビにいきなり電話をかけてきて、面識もないのに会ってくれと言われて会ったのが初めてです。で、アナウンサーになりたい、まあルックスもいいですし上背もあるし、まあ、九州の割には標準語を喋ってる気配もあるし、私も土佐の高知ですから、ひどい龍馬みたいな言葉使って育ちましたんで、私もそこそこ、耳が良ければアクセントが治るということを分かってましたんで、まあ古賀君もこれはいけるかなと思ってたら、やはり福岡放送のアナウンサーになりました。で、著名人著名人と言われてるようですけれども、著名人って軽く言われますけれども、アナウンサーだけで 2000人ぐらい日本にはいるんですよ。その中で著名人になるっていうのは本当に本当に難しいことでして、ここまで上り詰めただけだって古賀君は大変なもんだと私は思ってます。で、それが永田町に来るって、お前何考えてんのと一瞬思ったんですが、でも考えてみますと、メディアというのは庶民の立場で権力に向かって物申すのがメディアの仕事です。それを忘れたメディアがたくさんあります。新聞もテレビも含めて、何お笑いばっかりでお茶を濁すのよと言いたいようなテレビがも多すぎますし、新聞も本当に国民の立場でものを申しているかというと、私はちょっと今の時代は疑問符がつきます。正直者です、優しい人です、優しすぎます、これがたまに傷ですけれども、もう少し僕みたいに適当なことを言って嘘をつきゃいいんですが、それがなかなかできないところが、まあいいところでもあり、永田町では
どうかなと思うこともあるんですが、とりあえず頑張ってくれてます。先輩としてできることはせめて福岡まで行って応援してやりたいなと思って老人ホーム行くのやめてきましたそんなわけです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧の会議よろしくお願いいたします。皆様皆様こんばんは。まず一緒に入場してきた女性は一体誰だと思っている方が随分いらっしゃると思いますので、そこからフォローさせていただきます。妻の成美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。一人も取り残さない、これが私たちの信条です。そういう思いで今回一緒に頑張ってくれることになりました。もう大丈夫ですよ1回目の時は脳の手術をしなければなりませんでしたので、皆様方には大変ご無礼をいたしました。だからこそ皆それぞれが病気を抱えていらっしゃる方、あるいは家族に病人がいらっしゃる方、ご高齢の方、そういった気持ちもまた選挙活動でしたけれども本当に痛いほどその気持ちが分かります。特に今日はふるさとの久留米はラーメンと一緒に医療の街でもあります。そういう医療の関係者の皆様たちを共に盛り上げて、少しでも健康的な体でご長寿いただきたい、そういう思いでいっぱいでもございます。話したいことは山ほどあります。時間はただ限られております。そこで、本当にかいつまんで申し上げます。まず今日は、ご来賓の皆様方はもちろんのことですが、小学校からそれこそ大学まで、同窓の皆さんが駆けつけてくれました。そして地域で近所の方、それから実はかつての職場の同僚仲間も駆けつけてもらいました。本当にありがたいと思ってます。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。その上で、皆さん方にとっては初めてお話しすることもあるかと思います。例えば、国政に関しましては、例えばこの久留米ですと、もうやはり雨が降り出すと心配になります。毎年のように災害があって、この地元の自治体の議員の方々、それから農家の方々、あるいはそれに関係する産業の方々も本当に頭を悩ませていると思います。で、行政監視委員会の中で私がお願いしたのは、気象庁にぜひ線状降水帯の一刻も早い速報システムをさらに構築してください。これが実現しました。ですので今年はですね、少しですけれども、わずかですけれども早い時間帯で皆さんたちに速報が届きます。そうすることによって農家の皆さんたちはほんのわずかの時間を利用してでもその農機具を早く収納したり避難させたり、ハウスをしっかりと防御したり、そういうことができる時間が生まれてきます。もちろん地方の自治体の消防関係の皆さんたちもそうです。そういう速報のシステムを地味ながらも訴えて実現してきました。少しでも役に立てばと思っています。ものづくりの皆さんたちにも申し上げます。本当に日本の今新しい産業が望まれています。久留米は先ほどからお話が出ているようにゴムをはじめ様々な基幹産業と言われる産業があります。疲弊しています。そのためには何が必要か、教育だと思っています。教育は私たちの、ついこの間恩師と言われる先生方が私も大勢いるのが幸せですが、その教育の中で今、ようやく先生方の免許の更新制度がなくなって、少しばかり、ただ相変わらずです、
この間も麻生財務大臣の当時ですが質問しました。麻生さん大臣、教育教師になる皆さんたちの今福岡県ご地元の競争率何倍かご存知ですか。10倍ぐらいあるんじゃないか。いやいや、そんなことね、 1.1 倍ですよと。それはですね、文科省が担当ですけれども、それはね、財務省がちゃんと予算取ってくださいと。そうしないと地元の教育はもう大変なことになってますと、そういうことも言った経験がございます。そしてそういう教育のシステムによって、私の父も15歳から、母子家庭で仕送りをしながら定年まで、それこそ奨学金を返し続けてきましたけれども、借金のない学生さんたちが増えることによって気持ちよく就職ができる。そしてその就職する時に負債がなければ結婚を勇気を持って、さらに一歩前進した気持ちで結婚できる。で、私たちが今推し進めている住宅の政策をもし実現していただければ、子供を産み育てるというそういう決断もしやすくなる。例えば家賃の補助、あるいはもう一部屋、広いお部屋を作ることによって、皆さんたちが、子育て世代がもう一人子供が授かるのかもしれない、そういう思いになるかもしれません。私たちの政策はある意味庶民の、あるいは国民の皆様方に対してダイレクトに給付していくことを望んでいます。一年一年が勝負かもしれませんけれども、しかしそれは財政の中で行政のシステムが都合よく作った部分もあるかもしれません。それを恒常的にまとめていくということが今喫緊必要なことだと思っています。特にこの日本においてはそういったスピード感が求められています。デジタル庁も今作りましたけれども、正直中はハリボテです。いろいろな産業が群雄割拠して統一感ができません。皆さん普通に考えたらお分かりです。パスポートと健康保険証と免許証と住民票と民間登録、そういった、あるいは住基ネットワーク、こういったものが一つのカードになんでならないんだろうか。そういうことができれば初めてデジタル庁の価値があると思います。そういう効率的なことを今考えきれないから税金が無駄に使われている。で、無駄に使われている分を何とかしていけば皆さんたちにダイレクトに給付する、消費が生まれる。そうすることによってしっかりとした産業を育てていく基盤が出来上がる。私たちが今考えているのは本当に喫緊の課題ばかりです。地球が今窒息しかけていると思います。私たち日本がある意味息苦しく感じています。それは単純に環境の問題だけではなく、自由やあるいは人権や私たちの本当に基盤となるものが息苦しく少しずつ感じている現実を分かり始めている方が少しずつですが増えています。どうか応援してください。そして緊張感ある政治を持って、そしてどうせそういう言葉じゃなく、あるいはどげんやったってんではなく、もう一度政治に期待していただけるように、そして政治を身近なものに感じていただけるように努めてまいります。どうか皆様方のお力を賜りますようにお願い申し上げて、私の決意表明とさせていただきます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。